パリ五輪柔道日本代表の阿部一二三、四兄弟が16日放送の日本テレビ系、喋くりセブン月曜午後9時に出演した。一二三は MC の上田真也に、歌選手がオリンピックで負けて落ち込んで、今後どうしようかな。って時に勝手に、二人でロス、五輪行くからなって。妹さんの気持ちも聞かずに勝手に、行った。 と金メダル獲得直後の発言を突っ込まれるとそうですね特賞隣に座った歌はネットニュースかなんかで絶対に2人でロスはって自分が負けた日に言ってたんですけどすっごい早いなって思いましたと率直に口にそれでもロスって言ってたんで天才だなってと兄の方を見ながら話していた。